さて今週のゲストは選手から背番号6番比江島慎選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、信じてました信じてました本当ですか？はい、いや僕は裏切らないですよ。そうですよね。いやでもあの6月6日に発表されたじゃないですか。はい、これもなんかこう皆さんにとっては、はい、あ背番号はい、これはもう小野広報が狙ったのか偶然だったのかっていうね、狙ってくれたと思いますけど僕らがオーダーしたわけじゃないですけど、はい、はい、多分気を使ってはい、はい、やってくれたと思います。あのファンの皆さんの中では年齢、はい、こう順番的に年齢順なのかなって思ってた方もいらっしゃったみたいなんです。いろいろやっぱりね考えちゃうんですよファンの皆さん。次誰かな誰かなって、あで僕が飛ばされたってことですか？じゃあ一回もしかしたら、そうそうですね。でお年齢順じゃなかったんだって思いながら、あってことはもしかしたら違うチーム、ドキドキした方ももしかしたらそうだと思ってた方は、はい、違うね違うよねって思ってたと思います。うわ怖いっすね確かに僕も推しのチームでそういう状況だったらちょっと野球でいうとソフトバンクとかそんな感じだったらちょっと嫌やもんな。いいですよ、野球で例えてくれるところが面白い。はい、それさんも6月、はい、でもそういうのを6月6日6に合わせてくるんじゃないかなってきっと思ってた方もいらっしゃると思うので、はい、ほら来たって思った方もいると思います。いやーよかったですよかったですよ、こちらこそよかったですよかったですよ契約が発表になって、はい、ファンの皆さんが SNS でこういろんな感想を書いてくださってると思うんです。喜びの声がすごく多くて、はい、それはご本人も目にはされてますか？チラチラっと、あ全部目通しました本当に忙しかったですからねここまで、ね、はい、オフに入ってももう比江島選手、まあ、いろんな取材もありますし、はい、今日もあの、はい、県外から、そうですそうです、一旦個人でまた、はい、撮影といいますか、はい、あのお仕事が東京であって、はい、でその後まあランチしてみたいな感じでこちらのお仕事があったので、はい、松井さんのために、はい、栃木に呼び戻してしまいましたけど、はい、ために、はい、戻ってまいりましたありがとうございます、はい、撮影って今言葉出ましたけど、はい、結構いろんなこう雑誌とかでも目にしましたけど、はい、いやもう皆さんがちょっとこうかなり心を奪われたのがキャンキャンという雑誌に、はいはいはい、あの特集されました。はい、めちゃくちゃかっこよかったですね。かっこいいよなこれ自分でも言っちゃういやこの衣装もいいですしね、もちろんあのメイクもしていただいて、はい、ヘアメイクとかもね、いやなんか様になるんだなって。いやでも、はい、いろんな雑誌は取り上げられてるじゃないですか。はい、週刊誌もありましたよ。週刊誌もありました、はい、でももちろんバスケットボールの専門誌っていうのもあります、はい、いろんなところで撮影してると思うんですけど、はい、ファッション誌っていうのはやっぱりちょっと違うんですか撮影は？違います、違いますどんな感じですか？違いますってか、いやでもなんかファッション誌とかもそういうのってなんか、やっぱりイメージもあるじゃないですかファッションさんの、はいはい、それに僕もちょっと合わせていかなきゃいけないんでおしゃれにモデルみたいなこと言ってますけどいや本当僕でいいのかなっていうそういうなんか申し訳ない感じもありながら、でも一応もう顔はもう、はい、その専属モデルさんばりのメンタリティーでも望んでます。あちゃんとそうですか、はい、それが合わさってこのかっこよさ。そうです、しかもめっちゃカメラマンの人だからめっちゃ褒めてくれるんですよ。うわかっこいいとか、うわその表情ナイスとかめっちゃ言って、僕も単純なんで乗っちゃうじゃないですか。もちろん照れますよ最初は、はいはい、でもやっぱそういうの言ってくださるとやっぱり、あやっぱりそういうふうによくそういうのって聞くじゃないですか、はいはい、カメラマンさんがこれ割とあの女性のモデルさんが可愛いよとかすごい褒めてくれるって言いますけど、はい、男性にもなんですね。そうです、えかっこいいよとか、はい、今の表情いいよとか、うわすごい、いやなんか可愛いとかも言ってくれるんですね。それはどうなんか分からんけど。セクシーはなかったんですか？あそれです、あそれはなかったんだそっちの路線じゃないですから多分
はい、目指してはいたんですけどね。目指してはいるんですけどね。可愛いって言われるんですか。はい。その表情可愛いとか。あ、そしたら気分がやっぱり乗るんですけど、でもにやけちゃいます。一旦にやけて、真に受けて、はい、で、スッって、あのモデルの顔になります。はい、あ、まだギリギリちょっと変えるんじゃない、結構良かったんじゃないかなと思うんですけど。出るかなぁ。ねえ。でもファンの皆さんにね、いろんな表情とかいろんな姿が届くのはやっぱり嬉しいことなので、はい、もうどんどん出てほしいなって。どんどん出てほしいなと。我がチーム。はい。エース、比江島のことどんどん出てほしいなと思っております。任せてください。いや、まあ、そんなこんなで忙しいんですけど、はい、でもお休みって取れたんですか、結局。だってもう早く負けましたから。チャンピオンシップ行けてないから、ね。思い出しちゃいました。一応、はい、そのおかげっていう言い方もあれですけど、はい。なんか今の表情を見ると、まあそりゃね、でもやっぱり戦ってたかったですよね。もちろんそうですね。はい。まあでもね、メッセージたくさんいただいてます。やっぱり千代野智子さんも、オフゆっくり休めたんでしょうか。故郷の福岡にも帰ったんですか。SNS でご覧になったんでしょうかね。はい、お休みの、ズバリ聞きたいんですけど、お休みの日はどんなことをしてるんですか。ひたすら寝てそうなイメージが寝てるんですか。それともどこかに出かけてリフレッシュするんでしょうか。まあ、宇都宮にいたら出かけないです。何してるんですか。宇都宮にいる時ですか。はい、家にいるってことですか。そうです。出かけたりとかは、まあ、もう出かけたりはもうないです。まあ出かけるとしたらもうでも東京の方に行ったりはするんですけど、でもまあほぼほぼ結構長い期間福岡の方に帰りました。このオフは。そうです。そうですか。はい、福岡では友達に。あ、もうバン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 、もう会いました。もうほんと10秒歩くぐらいに友達、あ、おう、まことみたいな。そんなにいるんですか。すごいみたいな。それがずらーっと並んでる状態ですよ、友達が。歩けないっす、はい、友達ばっかで。本当ですか。前に進めない。誰もです。ちょいちょいぐらいです。あ、そしたら友達にも会って。友達、はい、はい、もう ほぼほぼ友達と毎日のように過ごしてました、ね。ああ、シーズン中ってあまりお酒を飲むとか聞いたことがないんですけど、はいはい、オフとかは。そうです。オフでまあ少しだけ、うん、まあ、飲んだりとか、そう、地元の友達と会う時とかはまあ、はい、まあほんの少し。たしなむ程度で。ほっとします。はい、そういうこと。だってこの後もね、多分皆さん期待してるのは、もう書いてくださってますけど、皆さん、日本代表のね、はい、まあ、今後ありそうというか、あるでしょうって思ってますけど、私たちは。はい、でももう練習が結構がっつり始めてるって。そうです、もうがっつり。もう福岡に帰ってる時も、まあ、ちょいちょいやったりとかもしだし、はい、もうがっつり。体を動かしてます、まあね、8月にはワールドカップも入っておりますので、はい、そちらも期待したいなと思ってますけど、じゃあなんかね、これからやりたいことはというのも聞こうと思ったんですけど、はい、ちょっともう忙しくなっちゃいそうですかね。もう無理ですね。もうシーズンインしちゃってるんで僕は。そうですよね、はい、ちょっとそのワールドカップに対する思いっていうのはいかがですか。はい、対する思い、いや、うん、いや、呼んでくれるかわかんないですけど、僕は絶対出たいっす。あ、絶対出たいっす。そのためにも今ね、早くからもう練習再開して準備してますもんね。はい、いや、正直、まあ、前のオリンピックは、うんうん、まあ、ある程度、まあ、結果は残念でしたけど、はい、個人としては、まあ、少し通用した部分があったんですけど、うんうん、その前回のワールドカップってもう何もできなかったんで、そこに対してはリベンジもしたいし、僕は、もう大きな手を今ブンブン振ってそこまででもないと思いますけど、はい、自分の中ではそうだっていう気持ちがあったと、ね、そうです、そうです、そうです。あ、だからまあ、しかも日本開催ですしね、うんうんうん、注目度も相当高いでしょうし、はいはい、日本中が応援してくださるでしょうから、その中でやれる機会ってまあないですからね、おそらく東京オリンピックも、はい、沖縄のワールドカップも含めて、
相当運がいいことですから、絶対出たいとは思ってます。応援してます。応援は、はい。応援してます。してください。お願いします。準備を。いつでも大丈夫ですっていう状態で準備をしてますからね。そうです。僕はもういつでも大丈夫ですよ。もう誰に届ければいいですか、このことは。誰に届ければ叶いますかね。本当お願いします。ああ、本当そうっすよ。ねえ。ちょっとマジで。はい、あ、すいません、どうぞ。本当お願いしますよ。はい。さあ、まあでもその後にはブレックスのシーズンもやってくるわけですけれども、2023-24、はい、シーズンも控えています。もうこのねシーズン共に戦うわけですけれども、でも2022-23のシーズンは、うん、まあ、レギュラーシーズン54試合出場しました。で52試合先発。はい。で使用スタッツ多くで加入後最高をマークしました。はい。このシーズンはちょっといかが、自分としての手応えというのはいかがでしたか。いや、もうチームは全然もちろん全く納得いかないですけど、うんうん、個人としてはまあより去年優勝した、去年というかなんですか、はい、昨シーズンというか、うんうん、優勝したことによって、はい、マーク相当厳しくなったんで、逆にじゃないな、シーズンスタート、まあはい、本当に心配しながら見てましたもん。その中での、はい、キャリアハイかわかんないですけど、多分三河時代も含め多分一番いいです、スタッツ上は良かったとは思うんで、スリーポイントも相当入ったし、はいはい、ファールをもらう、ファールドローっていうんですけど、はい、ファールの受ける回数も相当多かったんで、はい、まあそこもねだいぶ向上したんで、いやここまずトムさんこれ聞いてるかな、ちょっと見てよ僕のスリーポイントのトムさんね、日本人1位ですからそこもちゃんと言ってくださいよ本当に、はい、もうでもなんか私すごい楽しいなと思ったのは、シーズン その途中からだんだんその相手 その強い当たりにも慣れてきました、はい、分かってきましたっていう、はい、そこからの変わりようがすごかったなって本当に思いました、はい、そして最終戦のブザービートのシーンが、ね、もう今でも頭から離れない、はい、離れないんですよね、ねえ、ねえ、あれで締めくくるというね。いい、まあまあね、シーズンチームとしては良くなかったけど、うん、ファンの皆さんにとっては、はい、いい終わり方といいますか。あのバスケットボールをこう、まあそのチャンピオンシップがかかってない期間っていうのができてしまったわけじゃないですか。はい。その期間って本当に純粋に皆さんバスケットボールをどういうスポーツか、その楽しさっていうのをすごい思う存分堪能した期間だとも思うんですよ、はい、その最後にあれを見せられたらもう次のシーズンまで待てない心持ちですけど、はい、比江島選手たちは来季なんと、はい、背番号シーズンです。あ、6シーズンですね。いやーねえ、6シーズン目ってそんな経ちましたか。でも特別な数字のシーズンですから、はい、またガン行くんじゃないですか。また見せてくれますかね。もちろんですよ、はい、魅了してくださいね私たちのことを、はい、でまあ、声出し応援戻りまして、はい、あのファンの皆さんの応援すごかったじゃないですか。そうですね、はい、最終戦も特にですけど前にしてくれて、はい、スレックスファンいかがでしたか昨シーズン。いやだってもうチャンピオンシップ行けないって分かってるのに、うんうん、あんなね満員にしていただいて、はい、僕らもどこに向かっていければいいか分かんない状況ですけど、うん、やっぱ花嶺さんがやっぱりああやって素晴らしい雰囲気を作ってくれるんで、はい、会場に足を運んでいただいて、ええ、相当力になりましたし、ね、うん、まあ、やっぱ声出しもやっぱり戻ってきたな、やっぱコロナ禍の前の感じがすごく、はい、戻ってきて、あ、帰ってきたなっていうふうには感じましたよ、ね、僕らも。これまたね、はい、あの来季スタートからお願いしたいですね。そうですね、スタートダッシュ大事ですから。ちょっとつまずいてますからね最近ちょっとガーン行きたいですよ、ね、そうですよね、はい、いいシーズンにしたいなと思ってますので、まあでもね本当にあの比江島選手これからちょっとあの大変だと思うんですけれども、はい、いろんな準備がね大変だと思うんですけれども、はい、あの皆さんがついてますので、はい、私たちついてますのでぜひぜひ、はい、思う存分やってきてください。思う存分また成長して
帰ってきたいですね、はい、わ楽しみにしております。出れたら出ます、出ましょう、はいね、はい、あのファンの皆さんにメッセージお願いします。あのいや本当に次のシーズンも、またブレックスでプレーできるので、はい、あの一緒にまた戦っていただけたらなと、まあ、その前にワールドカップがあるんで、はい、そこも一緒になって戦っていただいて、僕はもう本当ブレックス代表として頑張るんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、嬉しいな、はい、ということで、比江島選手に今週スタジオにお越しいただきましたけれども、チームの方はですね、先日 B リーグワード賞が発表になりましたけれども、で発表になりましたけれども、はい、ちょっとこれも嬉しかった。模範となるチームに贈られるフェアプレー賞を受賞しました。はい、すごいですよ。いや、これ、どうなんですか。素晴らしいことですよ。で、まあ、僕、はい、ブレックスとしては、その、すごく誇らしいですけど。はい。でも、柄悪くないですか。大丈夫ですか、外見と言いますか。外見の問題ですか。そこ関係ないか。関係ない。模範となるチーム、はい、そうですよ、プレーに関してですから、はい、そしてマスコットオブザイヤー2022-23、なんとブレッキー2位でした。今年も、まあまあ、まあ、1位だったんですけど。ああ、そうなんですね。比江島選手の大好きなブレッキー2位でした。大好き、うん、はい、来シーズンまたね、はいはい、あのまあ、それを記念しまして、第2位グッズというのがですね、チームのオンラインショップで販売されています。まあ2位も美味しい、美味しいっちゃ美味しいですから。そうですね、はい、そうですよね、そう2位は2位でも思いっきり楽しみましょうということ。またそれで、だって上を目指せるわけですからね。ああ、まあね、ポジティブに考えたら、はい、そうです。ということで、はい、ぜひあのホームページもチェックしてください。その他最新情報、宇都宮ブレックスで検索をお願いいたします。さあ、ということでお送りしてまいりましたけれども、比江島選手からね、直接皆さんにあの言葉が伝えられて、今日良かったです。僕も嬉しいです。またここに帰ってこれて。はい、もうこれからまたシーズン何度も来てくださいね。ぜひぜひ、もちろんです、はい、もう呼ばれたらすぐ行きますよ。ありがとうございます、はい、ということで今週のゲストは背番号6番比江島慎選手でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。栃木放送も宇都宮ブレックスを応援しています。